そうですよね。お、猿がいる。はい、どうもマーでーす。久しぶりの動画を撮ります。今日はですね、愛知県豊田市の山の中に来ておりますが、なんかね、道が結構狭いらしいので、久しぶりに動画を回してます。はい、そんなわけでね、やっと準備ができたようなので行きましょう。どんな道が待っているのでしょうか。もうすでに前から車来たらそれ違いないです。結構長いこと待たされたんでね、結構奥まで行くのかな。わあ、なんか狭いな。急にめっちゃ狭くなったんですけど、よいしょ。なかなか狭いですね。すごいとこ入ってくるね。超上り坂で急に来ましたね、狭いところで。いきなりでしたね。くしゃみしてたらいきなり。びっくりした。怖い怖い。軽トラでできた。うわ、草が。なんか止まった。怖い怖い怖い。すごいですね。なかなか、まあ狭いですけど、交通量がないから、意外と家から車がいっぱい出てくるんですよ、さっきから。ここはもう県道とかそういう道じゃないので、どこ走ってるかっていうのはちょっと分かんないですけど、いやー、なかなか、いやー、マジか、狭いぞこれ、落ちるぞ俺。おお、ギリギリ。カーブがちょっときついですね。横の溝尾にタイヤ一本浮く感じで曲がらないと曲がれないです。あー、ここですね。なんかあんまりあれでしたね。まあまたね、あの帰り取りますね。そしたら、まあちょっと狭いけど上りだったからまだ良かったですね。木がな、いや、坂道発進怖いな。まあ、なんか上で U ターンできるらしいので、
や曲がれか、あーきついかも、曲がれるかなこれ。この奥はちょっとやばそうですね。よいしょ、こうより頭から入った方がいいんだよな。全然見えない。よし、ちょっとこれで、回れればいいけど、なんか下りの方が怖いっすよね、これ。じゃあレッカーの人に手を振って。木がやだな。パリン言ってる。さあ、そんなわけで帰りたいと思います。よいしょ、ね、怖いんだよな。ちょっと狭い道シリーズ的な感じでね、今日は動画を撮りました。久しぶりにこういうとこに来たので、あとはね、このまま下っていくだけなのでね、たまにはこういうとこも来ますよっていう感じで見てもらえればありがたいなと。お狭いな、カーブが大回りしないと落ちちゃう。はい、そんなわけでね、今日は愛知県豊田市の、ここはちょっと場所わかんないんですけど、まあ、ちょっと狭いところに来たので動画にしてみました。またねこういう機会があれば撮りたいと思っております。紅葉、まあ、めっちゃ綺麗、ほら真っ赤、真っ赤もみじ、まあ、ね、あいにくの雨で申し訳なかったんですけれどもね、まあ、いいなと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。うわー、マジかー、マジかーい、すいません、すいません、現場の人かーい。めっちゃ飛ばしてきますよ、あの人怖ー。なんだっけ。そうです、ちょ、この黒脇だ。いやー、きついなー、下がって、いや、下がってくれんの、ありがたいね。まっすぐですよね。おお、猿がいる。すいません。猿、何あれ、鹿？なんだあいつ。あ、オスの鹿だ。
うわ、なんかすごい鹿じゃない、何かわかんない、多分鹿なんだろうけどちょっとわかんない生き物だった。終われない動画みたいな、ここ狭いんだったな。あのよかったらね、チャンネル登録。うわぁ、攻め攻めよ。チャンネル登録、高評価、ね、ぜひよろしくお願いします。あれ何だったんだろう、なんかあのなんだっけ、もののけ姫とかに出てきそうななんか顔してたけども。はい、そんなわけでね、終わります。次の動画でお会いしましょう。マガでした。バイバーイ。わー、車来たー。まっすぐ来るんだ、それ怖っ。